その低所得者の人たちっていうのは、はい、昔だって貧乏な人いたよね。はい、いました。その貧乏人たちはそういう感じだった？昔はあの、なんだろうな、家に行ったらもう本当にご飯に醤油かけて食ってるやつがいたよ。はいはいはい。すんげえ貧乏なやつがいたけど、それは貧しいだけで、うん、貧乏と貧困と多分違うんでしょうね。どういうことそれ。なんでしょうね、今貧すりゃ鈍すの、うん、究極みたいな形になってきてるから、うん、その昔は貧乏だったら誰かに頼るしかないじゃないですか、うん、でも今貧乏でもなんとか誰かに頼らずにいける程度に一回豊かになっちゃったから、そっからお金が減ってきた時にお金は冷静に冷酷に削られるんですけども、うん、誰かに頼らないで生きていくというプライドだけが捨てられない、うん、だからなんか一億総侍状態になっちゃった後で、うん、侍階級がなくなったらみんな食えなくなっちゃいますよね、うん、明治時代の侍がダメだったように、うん、みんなその一回プライドの高い侍になっちゃったんですよ。あで俺貧乏人だからっていうふうに言える人がいなくなったんで、うん、貧乏は楽しめない、当たり前のように、うん、楽しめないというか貧乏の生活ができない。貧乏だったら貧乏なんだから一、うん、人じゃ食えないから二人で食おうっていうプロポーズがあるんですけども、うん、今そのプロポーズして女の子ついてきてくれないですよね。あ、なるほどね、はい、そこがなんか現代の貧乏の辛いところ、貧乏の生き方っていうのをみんななくしちゃってるから、うん、貧乏の生き方か、はい、貧乏なんだから寄り添って暮らそうとか。なるほど、はあ、まあ昔の日活とかの吉永小百合とか、あの浜田光雄とかの映画は、はい、あれは本当に田舎から出てきてなんか町工場みたいなのに勤めてて、うん、まあ、貧乏なやつらの青春物語だったもんね。でも今貧乏なエリアにイケメンと美女いないですからね。まあ、あの昔はいたわけね。いたんですよ。貧乏だからといっても身分が低いから多少美人でもイケメンでも上行けなかったじゃないですか。上行けないっていうこと？あの、うん、ですね、うん、まともな仕事に就けなかったり、うんうんうん、上の学校行けなかったんですけども、今顔が良かったら親も投資するし、うん、本人も上昇志向持っちゃうんですよ。顔で？顔で。どんどん話が流れてるけどいいかな。オンエアしなくてごめんねこれ。いや面白いです、はい、どうぞお願いします。なるほどね。あの海洋堂というところで僕食玩のシリーズやってて、うん、そこですごく面白かったのが、うん、中国の工場行くとブスばっかりだと、うん、女の子大量に雇ってるんですよ海洋堂は。中国の工場で、あのフィギュア作るのに、うん、で何千人って工場の職員がいるんですけど、うん、見事にブスばっかりです、うん、中国人でブサイクだなと思ったら、うん、都会に行ったら喫茶店とかで美人ばっかりがいると。なんでかと思ったら、その一回が地方から女の子を何千人と集めてきますよね。そしたら顔のいいやつ100人は、うん、まず一回が来てこれモデルにしようとか、うん、都会でウェイトレスにしようとか抜いちゃうんですよね、うん、で残った中でもちょっと可愛いのは、うん、工場長がじゃあ俺の嫁にしよう愛人にしようって抜いちゃって、うん、その次にいろんな人が抜いちゃうから結局工場で働いてるのブスばっかりになると。すごいね、で専務も海洋堂の社長もそれ聞いてたんですけども、うん、単なる噂話だと思ってて行ってみたら本当にそうだったんですよ、うん、はあ露骨だね。で男もやっぱそうなりつつあると。で中国はそのそういうのはドラスティックで極端だからよく見えるんだけど、日本は見えないからそれが緩和されてるんですけども、徐々にそうなってきて、やっぱ顔がいいやつっていうのはそのほら絵がうまかったらこれで何とかして食おうって思うじゃないですか、うん、そうだね。それと全く同じで、顔が良かったら子供の頃からそれで何かしなきゃ損だっていうふうに親にも言われる、周りにも言われる、友達に言われると、うん、そしたらアイドルになろうではないんですけども、うん、この顔を生かしてっていうふうに考えるのが合理的になっちゃうんですよね、うん、へー。なので貧乏人の家にもう美人、美男、美女は生まれるけども、うんうん、貧乏人のところに固定されないんですよ。上の階層へ上がっていっちゃう。そう、だから、うん、その浜田光雄や吉永小百合の、うん、いる貧乏映画が今成立しない。そうか。ブスとブ男の話になっちゃうんですよ。なっちゃうんですよ。困ったもんね。だからそう、10歳まではそんなことないんでしょうけども、うん、12、3歳ぐらいやって自分で自分の生き方とか考えるようになってきたら、うん、こういうことじゃないの。例えばね、はいはい、あの昔はね
例えば吉永小百合とか浜田光雄とかっていうあの美男美女っていうのはあくまでも映画の中の話だから、はい、象徴的に美男美女になっちゃってるけれども、うん、はい、町工場の本当に貧乏な青年たちがやっぱり恋愛をできていたと、はい、それが顔は武装であろうが誰だろうが、うん、はい、自分に釣り合ったあるいは武男でもなんか頼りになるねと思ったら女の子がついていったりとかして、はい、ちょっと不釣り合いだろうと、はい、その恋愛はできて結婚もできたと、はい、でそれは明日がやっぱりあったからなんじゃないの、明日が、あ、明日があるってことをその信じることができたからじゃないの、はいはい、必ず結婚して家族を作って子供を産んで生活することができるっていうことだけは誰もの確信だったから、まさかあの結婚したがためにものすごい貧困に陥るとか、はい、そんなことは絶対なかった、うんうん、で給料も必ず上がっていったはいはい、はい、ってことも約束されていたから、うんうん、希望があったから、うん、あのそういう悲惨な、うん、そう顔がいいやつだけに未来を、あの切り開こうとか、はい、顔の悪いやつだけで下に落ちていこうとかっていうふうに、はい、まあ、考えなかったわけよね、はいはい、つまり普通の人が、普通の幸せ程度いけるのが当たり前な社会だったわけです、うん、そうそう、うん、全く当たり前で、はい、誰も家族持って子供を産んで、うん、はい、大体2人か3人ぐらい子供を産むのは、ね、当たり前っていうぐらいの感覚で、うんうんうん、子供を産まない方が特殊すぎるっていうぐらいの、今はね、なんかね、失敗恐怖型社会なんですよね、うん、その子供の頃から選択の自由はあるんだけども、うん、失敗する選択があって、それを選ぶとみんなに言われるし、自分でも分かるから取り消したくなる、ん、取り消したくなる、はい、失敗、例えば携帯何選ぶっていうのにしても、うん、その失敗があるんですよね、うん、あのなんだろうな、こっち選んじゃったら後々で結局友達みんなそれ買わなかった、で自分が買った機種が外れだった、でこんなことをやりたいっていうふうに人前で言っちゃったら、うん、なんかそれに結局慣れなかったら失敗になるっていう、失敗することを恐怖して、うんうん、成功しなくてもいいから失敗だけはしないでおきたいっていう社会に なってるように思うんですよ。失敗だけはしない、はい、失敗したことがみんなにバレたくないって言ってもいいんですけど、だからその、うん、今のその僕この女の子とか男の子の恋愛観聞いてたら、うん、やっぱその自分の彼氏とか彼女っていうのは友達に見せれるっていうのがあるから、だから余計みんな望み高くなっちゃうんですけどね、うん、あのさっき言った自分に見合ったでなくて、うん、自分の友達から承認を受けれる彼氏彼女になってくるので、うん、そうなってくると女の子は男子の上位 20% ぐらいしか相手にしなくなっちゃう、なるほどね、でおまけにスクールカーストあるじゃないですか、うん、でカースト劣位の男を相手にする女いない、うん、自分と同級か、うん、クラス上のカーストしか彼氏にできないから、うん、女の子にしてみたら何だろうな、恋愛できる男がどんどん狭くなってくる、うん、でカースト上の男もそうですよね、自分より下のカーストの女と付き合ってるとやっぱ友達から言われるから、うん、自分と同等クラスのカーストしか付き合えないので、うん、上の方がどんどん過密になっていく、うん、やっぱそれ完全にやっぱり経済の問題じゃない、それだと、はいはいはい、やっぱりだから中国なんかはもっとそれはあの過度な状態になっちゃうし、はい、あのまあ、日本もどんどん中国化していっているっていう状態になってるわけであって、はい、